りしたところです。はい、じゃあ今から公平散歩の始まりです。第7かしらね。神社バイバイ、神社バイバイですね。パパにカメラをなるべく揺らさないでって言われたので工夫して揺らさないようにしてます。鳥ちゃん、あのキーキーの鳥呼ぶやつ持ってくればよかったですね。わー、綺麗ですね。何これ、すごいですね。葉っぱがどんどん落ちてきます。本当綺麗ですね。楽しいですね。ダブルクリーミーさっき飲みました。モンスターズインクもちょっと見ました。ジェイソンに寄りました。あとパパは株買いました。株だっけこれ、玉ねぎ、新玉ねぎ、新玉ねぎです。はい、着きました。神社バイバイです。あとあれだ、あの寿司取って帰ろう、ね、お寿司を取りに行きます。第7終わりです。次第8、あれずれちゃった、まあ、いや第8で、第8お寿司を取りに行く。今からお寿司を取りに行きます。すごいですねここ。今からお寿司を取りに行きます。遠いよね。オッケー、行きましょう。パトロール、止まれ止まる。サンキューなやつ。そうすればあそこの階段つらくないもんな。そうですね。え、どういうこと？ここラーメンだよ、もう。ラーメン来ようじゃん、後編今度。ラーメン三田山。あ、三田山屋。ここはホテルだと思いますが、うん、ここはホテルだと思いますが、実はマンションなんです。ほら、高いでしょ？あれは何階でしょうね。7階です。何階でしょうね。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回もあります。ニャデファスタ、ニャソニーポンキンス、デッド、ニャビン、ニャー。ここは、子たちの家より最も遠いところです。お庭、ちょっと暑いな。パパ、こうやって持った方がバランス取れると思うよ。あ、それじゃ意味ないんだよ。なんで？まあいいけど。まあいいや。つまんない。こうやって持たないとつまんないよ。グラグラして面白いじゃん、見るとき。ほら、古い、ここだったっけ？ここだよな。ここで、あ、ここです。はい、黄色い車です。もう、もう帰っちゃうの？寿司の時間だもん。あ、寿司を取りに行くんで、そういうことでした。はい、入り口です。こっから入りましょう。シラのところしか踏んじゃいけません。下切ってくれ。え、もう切っちゃうの？バイバイ。